ジャニーズといえば、一昔前は10代の学生時代にデビューし、進学はせず芸能一本でやっていくといった印象でしたが、最近では高学歴ジャニーズ、インテリジャニーズという言葉をよく聞くほど、大学へ進学するメンバーも増えてきました。これには歌やダンス以外に自分の得意なものを身につけたいという思いもあるようで、クイズ番組や報道番組、バラエティ、ワイドショーなど独自に活躍の場を広げているメンバーもいます。ジャニーズクイズ部といったクイズ番組に特化したメンバーもいますよね。今回はそんな高学歴でデビューしているジャニーズ11人を紹介していきます。櫻井翔、嵐。櫻井翔さんは慶応義塾幼稚舎、慶応義塾普通部、慶応義塾高校、慶応義塾大学を卒業されている生っ粋の慶応ボーイです。元総務省の官僚だった父親の櫻井俊さんが、息子を将来的に外交官などの職に就かせたいと思ったため、慶応義塾幼稚舎に入学させたそうです。その後系列の中学、高校に通い、大学へは内部進学で進んでいます。しかし内部進学とはいえ、櫻井さんが進学したのは慶応義塾大学の経済学部で、毎年コンスタントに単位を取らなければ進級できない超難関学部であることは知られています。櫻井さんはあえて難しいこの学部を選んだ理由について、超難関の学部を仕事しながらでも卒業できれば大学生活をやりきったと胸を張って言えるし、大人に認めてもらえるんじゃないかと思った、誰にも文句を言わせる余地を与えたくなかったのかもしれない、とインタビューで話していました。当時の櫻井さんは嵐として人気アイドルグループでしたし、個人でもドラマ出演などとかなり多忙を極めていましたが、テスト期間などは撮影スケジュールを調整しながら授業にはできるだけ出席し、撮影現場では衣装のまま新聞を読みふけっていたりしながら仕事と学業を見事に両立させました。ドラマなどで多忙な時はファミレスで勉強するなど、1週間の睡眠時間が8時間だったこともあったそうですが、芸能活動に反対だった父親との約束を守り、留年せずに4年間で卒業しています。現在ではニュースゼロのキャスターをはじめ選挙特番など、アイドルの枠を超えて培ってきた知識を遺憾なく発揮していますよね。小山慶一郎、ニュース。小山慶一郎さんは明治大学文学部史学地理学科を卒業しています。この大学に進学した理由について、小山さんは韓国のファンが日本語で応援してくれたことがきっかけで、なんで韓国の方なのに日本語で歌も歌えたり、こんなに日本語がわかるんだろうと思った、自分も韓国の文化も知らないといけないんじゃないかと思い進学した、とインタビューで話していました。その言葉通り、小山さんは大学で東洋史学を専攻し、韓国についても学んでいます。また小山さんは高校受験で第一志望の高校に不合格になった経験があり、大学受験ではリベンジの気持ちがあったとも明かしていました。大学生活ではジャニーさんが授業の入らないところで仕事をしようと学業を後押ししてくれたおかげで単位を全部取れたそうで、卒業時には模範卒業生として表彰されています。最近では姉であるミキママの息子さんが東京大学に入学したことでも話題になりましたね。加藤シゲアキ、ニュース。加藤シゲアキさんは青山学院中等部、青山学院高等部、青山学院大学法学部を卒業しています。小説家として知られている加藤さんですが、文学部ではなく法学部出身なのは意外ですね。法学部を選んだ理由は、イメージがよくかっこよくと思ったことと卒論がなかったことが大きかったようですが、内部進学とはいえかなり難関のようです。中学時代からドラマなどで活躍していた加藤さんにとって、仕事と学業の両立は最も重視していたのかもしれませんね。ちなみに「徹子の部屋」に出演した際、高校の学費を自腹で払っていたことを明かしています。両親が共働きで私立高校に入学させてもらったことへの感謝で自ら申し出て、浮いたお金で母親に趣味である手芸の学校に行くことを勧めたそうです。なかなかできることではないですよね。そんな加藤さんの大学時代は、他の学部には友達がいたものの、法学部にはおらず人見知りなので、一人で食事をすることが多かったとインタビューで話していました。中間淳太、ジャニーズ WEST。中間淳太さんは、関西学院高等部、関西学院大学社会学部を卒業しています。
小学校4年生から台湾に移住し、高校に入学するタイミングで帰国した仲間さんですが、高校受験の再成績があまり良くなかったため、お前じゃ無理、レベルを落とせと言われ、ムカついて猛勉強して見事合格しています。その後内部進学で関西学院大学社会学部に入学し、経済や産業や法制度、社会問題などの人文系のジャンルを学んでいます。仲間さんの大学の卒論は遊園地経営成功の鍵というテーマで、東京ディズニーランドの経営的な成功を分析して遊園地の経営について展開していくという内容だったそうです。大学時代は関西ジャニーズジュニアでユニットを組んだり、ドラマデビューを果たしたり、関西圏の情報番組にもレギュラー出演したりと多忙でした。しかし芸能活動を続けるか就職するかで悩み、一度はジャニーズを辞めようと思ったそうですが、ジャニーさんや事務所の先輩、ファンの励ましがあり今日に至っています。クイズ番組でも仲間さんのポテンシャルを遺憾なく発揮しておられますよね。中丸雄一、カトゥーン。中丸雄一さんは早稲田大学人間科学部人間環境科学科の通信教育課程を5年かけて卒業しています。中丸さんの卒業した高校は都立の北豊島工業高校で、決して難関というわけではありませんでした。高校卒業後、芸能活動に専念していた中丸さんですが、24歳だった2008年に早稲田大学の人間科学部の通信教育課程 e スクールに入学しました。この大学に進学した理由について、デビューしていろいろな方と関わるようになり、会話ができていないなと感じた、大学や環境問題に関心があったと明かしています。 e スクールは通学科と同じように大卒の資格を得ることができ、試験を受けずに入学できるので偏差値はありませんが、卒業するのは難しく、卒業率も 40-50% 前後、4年間で卒業するのはかなり困難と言われています。すでにカトゥーンとしてデビューし、多忙だった中丸さんも e スクールを卒業できるかかなり危ぶまれましたが、午前中は勉強し、午後から芸能活動、仕事の合間にもパソコンを開いて熱心に学業に励み、5年間で124単位を取得し卒業しました。入学式と卒業式の2回のみキャンパスに通った大学生活でしたが、10代もいれば60代や40代の生徒がいて、いろんな考え方があると知った、それを5年間見てきて糧になったと話していました。一度学業を離れて再び学ぶというのはかなりの覚悟と信念を感じますね。伊能圭、平成ジャンプ。伊能圭さんは明治大学理工学部建築学科を卒業しています。当時大学に進学するジャニーズはあまり珍しくなかったものの、理系の学部に行くジャニーズは珍しかったため、大きな話題となりました。明治大学の理工学部に進学した理由について伊能さんは、将来自分たちのステージや劇場を設計したいから、物を組み立てるのが好きだからとインタビューで話していました。ちなみに伊能さんは大学で建築を専攻していて、図面も引くこともできます。また都市開発研究のゼミに所属していましたが、その理由として大学の研究室を選ぶ時、震災復興に関連しているので選んだ。事務所に所属していて、個人的に被災地へ行くことは難しいが、学校でならできると思ったと明かしています。さらに震災復興のために被災地に行った時にコミュニケーションの大切さを知った、こういう貴重な経験は仕事だけでは多分できなかったと思うとも話していました。大学時代は芸能活動に忙しくしていた伊能さんですが、卒論の作成期間は舞台と重なり、寝袋を研究室に持ち込んで泊まり込みで卒論を完成させています。高校時代は友達が少なかったという伊能さんでしたが、卒論作成の期間はみんなでご飯を作ったりして一体感が生まれて楽しかったと話し、大学では友達がたくさんできたようです。阿部亮平、スノーマン。インテリジャニーズの言葉をよく聞くようになったのは阿部亮平さんの存在が大きいですよね。ジャニーズきってのインテリと呼ばれる阿部さんは上智大学理工学部を卒業、さらに上智大学大学院も卒業しています。大学への進学を決意した理由は、歌やダンス、演技に関して自分が得意と言えるものがなかったことから、自分の武器を勉強にしようと考えたことからでした。受験の際には芸能活動を休止したため厳しい意見もあったそうですが、
阿部さんは仕事と学業の両立にこだわり、見事に上智大学に合格されました。後に、欲張りかもしれないけどどっちもやりたいと思った、今しかできないと思ったので両立する道を選んだと話しています。時にはファンから非難を浴びたり、レッスンを休んだ際にスタッフから嫌な顔をされたり、大学の先生からも大学一本の方が将来役に立つと言われたこともありましたが、自らの意思を貫きました。そんな阿部さんは大学で理工学専攻情報学域を専攻し、人とコンピューターテクノロジーの関わり合いを学んでいます。さらに大学4年生の時には合格率およそ 5% と言われる気象予報士の試験に合格し、ジャニーズ初の気象予報士と大きな話題を呼びました。ファンにはコンサート会場などに掲載されている阿部ちゃんの天気予報が好評なのだそうですよ。また世界遺産検定2級に合格したこともよく知られていますよね。2016年に大学を卒業した阿部さんは上智大学大学院理工学研究科修士課程に進学し、ジャニーズ事務所初の大学院生となっています。最近ではジャニーズクイズ部の部長として、クイズ番組には欠かせない存在ですよね。菊池風磨、セクシーゾーン、桜井翔さんに続き、ジャニーズ2人目の慶応義塾大学出身となった菊池風磨さん。菊池さんは中学受験をし、東京都市大学附属中学校高等学校を卒業していますが、中学2年生の時に本気で打ち込めるものが欲しかったとジャニーズ事務所に入所しました。その際、祖父から芸能活動をしてもいいが大学には行きなさい、そこでできた仲間が後々お前を助けてくれるとアドバイスを受けて慶応義塾大学総合政策学部に入学、卒業しています。大学受験を考えた時に、憧れの慶応大学ということ、多種多様なジャンルの学問を学べるという総合政策学部が自分に合っていると感じたことが志望する決め手になったと明かしていました。また通っていた高校の先生に、ジャニーズだから大学に行かないんだろと言われたことが悔しくて、ものすごく勉強したことも TV 番組で話していました。すでにセクシーゾーンとしてデビューし、個人でもドラマ出演など多忙を極めていた菊池さんですが、仕事はセーブせず勉強と仕事を両立させる、4年間でたくさん学び、コンサート作りなどの活動に生かしていきたいと強い気持ちを持って、留年することなく見事に卒業されました。最近ではバラエティ番組での活躍が光っていますが、共演者とのトークの端々に頭の回転の良さを感じますよね。川島ノエル、トラビスジャパン、2022年10月28日にグループでの海外留学を経て悲願の世界デビューを果たしたトラビスジャパンの川島ノエルさん。川島さんは中学校高校と青山学院に通い、内部進学で青山学院大学総合政策学部に入学、卒業しています。高校時代はイタリアや韓国、アメリカなどに短期留学した経験を持つ川島さんは、英語が堪能なことでも知られていますよね。人工心臓に興味があったことから理系の大学に進もうと思っていた川島さんですが、仕事と両立するためと、新しく作られた施設を唯一自由に使えるのが総合政策学部だったことから文系の学部に進学しました。パソコンも会議室も何でもあるから、せっかく高い学費を払うならここがいいと思ったそうです。川島さんの両親は国立大学しか行かせないという考えだったので、国立大学と青山学院大学の学費の差額分は自分で払っています。また大学時代は学業の傍ら、合格率が約 15% 程度の宅地建物取引士の資格も取得しています。資格の取得にあたっては、気象予報士の資格を持つ阿部亮平さんに相談したこともあるそうで、2人は同じジャニーズクイズ部の仲間として切磋琢磨されていますよね。本来130単位取れれば大学を卒業できたところ、川島さんは170単位も取って卒業していて、真面目で勉強熱心なところがうかがえます。英語は日常会話なら問題なく話すことができ、中国語とイタリア語も少し話せるという川島さんとトラビスジャパンの世界での活躍がこれから楽しみですね。ヤブコータ、平成ジャンプ。ヤブコータさんは高校卒業から4年後の2012年に早稲田大学人間科学部通信教育課程 e スクールに進学し、8年かけて卒業しています。ヤブさんは当初高校卒業後に大学に進学をするつもりでしたが、
平成ジャンプのデビューと重なってしまったことから一度進学を断念しています。しかし、自分が生きていく上で、もっと大学でいろいろなことを学ばないといけないと思い、22歳の時に e スクールに進学しています。先ほどお話しした中丸さんも e スクールを卒業されていますが、授業やレポートの提出、小テストなどはほとんどリモートで行うため、自宅などどこでも学べることができます。e スクールは入学するのに試験はありませんが、その分卒業するのが難しく、卒業率は 40-50% 前後で、4年間で卒業するのはとても難しいと言われています。ヤブさんも何度も挫折しかけたが、入ったからには卒業しないとと思った。8年もかかったので、僕が早稲田大学に入ったことも忘れているメンバーもいるかも、と話すほど大変だったようです。卒論の際には、ドーム公演や紅白歌合戦出場などの多忙な合間を縫って楽屋でパソコンを開いて仕上げたと明かしています。卒業まで8年かかりましたが、やり遂げたことはヤブさんの人生の糧になったでしょうね。ラウール・スノーマン。スノーマンでの活躍だけでなく、ジャニーズ初のパリコレデビューを果たしたラウールさんも、e スクールである早稲田大学人間科学部人間福祉科学科の通信教育課程に入学し、現在も在学中です。ラウールさんは日本大学第一中学校を卒業し、日本大学第一高校へ内部進学で進みましたが、1ヶ月後に芸能活動と両立するために堀越高校に転校しています。ラウールさんはかなり成績優秀だったようで、中学時代から勉強を頑張っていて、学年で2位になったり、成績はオール5に近かったといいます。そんなラウールさんでしたが、高校1年生の時にスノーマンでデビューしていたため、進学するか迷っていた時に滝沢秀明さんに相談したそうです。仕事が多忙だったラウールさんは大学へ進学しないことも考えたそうですが、滝沢さんが背中を押してくれたこともあり、早稲田大学通信課程の e スクールに進学しました。また入学の際にはいろいろなものが学べると思ったし、これからも仕事と両立して頑張っていきたいとインタビューで明かしていました。大学1年生の2022年にはパリコレクションに出場を果たし、個人でモデルの活動も光りますが、ジャニーズ公式ブログに学業に専念したいとも綴っています。 e スクールの卒業は難しいと言われているので、個人での活動はしばらくセーブして、グループ活動と学業に邁進されるかもしれませんね。今回はジャニーズで高学歴と言われている11人について紹介しました。大学に進学するジャニーズも増えてきましたが、そこで学んだことを自分の人生はもちろん、芸能活動に生かしていこうという明確なビジョンを持っていることに驚かされましたね。もちろん大学に進むことが良いというわけではありませんが、自分の得意なものや武器を増やしていくことはタレントとしても大きな強みになります。クイズ番組や情報番組など出演できる機会も増えていますので、これからもそんな高学歴ジャニーズのメンバーを応援していきたいですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。